ダグウェクターは、アメリカ合衆国、セントピーターズバーグ出身の元プロ野球選手。ウト右ミギウチ。1999年6月2日、ドラフト30名で、タンパベイデビルレイズから指名され、同年6月27日に契約を結んだ。入団後、マイナーリーグのプリンストンデビルレイズに配属され、7試合の先発登板含む11試合に登板。 防御率9.770勝5敗、ホイップ2.31という成績を残した。2000年は A-9 のハドソンバレーレネゲーズに所属。すべて先発投手として14試合に登板し、防御率2.354勝4敗、ホイップ1.24という成績を残した。なお、4勝のうち2勝は完封勝利であった。2001年は、 A 級のチャールストンリバードックスに所属。前年に続き、すべて先発投手として26試合に登板し、防御率4.348勝11敗、ホイップ1.242という成績を残した。同年、投球イニングと脱三振が自身初めて100を超えた。2002年は、オーランドレイズ・ベーカーズ・フィールド・ブレイズ、前述のチャールストンの3階級でプレー。オーランドでは、 4試合の先発登板で防御率9.001勝3敗、ホイップ2.22だったが、ベーカーズフィールドとチャールストンでは、いずれも4.00未満の防御率を記録。3チーム系では、28試合の先発登板で防御率3.540勝9敗、ホイップ1.246という成績を残した。二千三年八月十七日のシアトルマリナーズ戦で、 プロ5年目でメジャーデビューを果たした。同試合で2番手として登板したウェクターは2.1イニングを2アンダム失点に抑え、メジャー初勝利を記録した。9月3日にはデビュー戦と同じ対戦相手であるマリナーズ戦でメジャー初先発の舞台に立った。この試合で両親や友人ら100人以上の応援を受けたウェクターは9.0イニングを2アンダム失点に抑え、 メジャー初先発で完封勝利を記録した。なお、同日は母親の誕生日であったため、素晴らしい誕生日プレゼントをあげた形となった。最終的にはメジャーで6試合に登板し、防御率3.313勝2敗、ホイップ1.25という成績を残した。また、マイナーでは、トリプル A 級のダーラムブルズとオーランドで、計23試合に登板し、 防御率3.818勝6敗、ホイップ1.22という成績を残した。2004年はキャンプで調子が上がらなかったため、マイナーでシーズン開幕を迎えた。4月下旬にメジャーに昇格したが、指の剣を痛めており、不安定なピッチングが続いた。同年は14試合に先発登板し、防御率6.015勝7敗、ホイップ1.44という成績だった。 マイナーでは、ダーラムで8試合に先発登板したが、防御率6.750勝2敗、ホイップ1.71という成績で、防御率やホイップはメジャーよりも悪かった。2005年になっても、前年に痛めた指の剣の故障が言えなかった。最終的には25試合の先発登板と4試合のリリーフ登板で、防御率5.625勝12敗。 ホイップ1.246という成績を記録。29日本塁打は2年連続チームワーストであり、リーグ全体でもワースト8位だった。また、マイナーでの防御率も悪化し、ダーラムでの3試合の先発登板で9.22だった。2006年は11試合に登板し、防御率6.621勝4敗、ホイップ1.62という成績を残した。防御率とホイップは、 結果的にデビルレイズ時代では自己アーストの数字だった。マイナーではダーラムで17試合に登板して防御率8.321勝12敗、ホイップ1.94という成績だった。2007年はベロビーチデビルレイズとハドソンバレーの2ランクでプレー。ベロビーチでは9試合の先発登板で防御率4.744勝4敗、ホイップ1.33。 ハドソンバレーでは4試合の先発登板で防御率1 4 2に勝1敗、ホイップ0.84という成績を残した。しかし、メジャーデビューした2003年以降では初めてメジャーに昇格できず、自前でシーズンを終えた。10月29日、デビルレイズから FA となり、11月27日にフロリダ・マーリンズと契約した。2008年は2年ぶりに、 メジャー復帰を果たし、キャリアハイの48試合に登板して、防御率3.694勝2敗、ホイップ1.33という成績を残した。なお、この年はメジャーで初めて先発登板0だった。マイナーでは、トリプル A 級、A++ 級、ルーキー級の3階級で、計5試合に登板し、防御率4.051勝0敗、ホイップ1.73だった。 10月1日に FA となったウェクターは12月11日にカンザスシティロイヤルズと契約した。2009年は5試合のリリーフ登板で防御率8.44ホイップ2.25という成績を残した。またマイナーではトリプル A 級のオマハロイヤルズで13試合にリリーフ登板し防御率4.821勝1敗1セーブホイップ1.23。 という成績を残した。11月21日に FA となり、同年は結果的にベクターにとってメジャー及びマイナーで試合に出場した最後のシーズンとなった。ロイヤルズを出た後、2010年から2011年にかけてはプエルトリコのウィンターリーグである LBPRC でプレーインディオスでマヤグエスに所属して19試合にリリーフ登板し、 防御率4.632勝2敗にセーブホイップ1.41という成績を残した。2011年6月25日、現役引退を表明した。ありがとうございます。